テッドワダはアジア、北米、ヨーロッパで活動する俳優。東京都出身。所属事務所はアンセム。東京都港区に生まれる。1991年に単身渡米し、ニューヨーク市立大学バルーク校にて国際経営学士を取得。卒業後、ニューヨークの大手アパレル本社でマーケティング業務を行う。ある写真をきっかけに、 ニューヨークの大手モデルプロダクション旧モデルにスカウトされる。同プロダクションに東洋人として初めて所属した。当初モデルには興味がなくマーケティングの仕事を続けていたが、個性的な魅力で一躍有名モデルとなり、同社を退社。その後、日本人男性モデルで初めてフレンチボーグに登場。人気絶頂のスーパーモデル。 ダリアウェイ・ボイトのキスショットが話題となる。東洋人のファッションアーティストとして非常に知名度が高く、マイケル・トンプソン、テリー・リチャードソン、マーカス・クリンコ、クレック・ロータスなどの世界的著名カメラマンと数多く仕事をしている。その際にある映画監督から俳優としての仕事を勧められ、ニューヨークの名門演技学校、テリー・シュライバーとステラードラーで演技を習う。 現在はモデル事務所を退社し、俳優として仕事している。俳優としては、主に北米で映画、ドラマに数多く出演し、2012年、ニューヨークシティ・インディペンデント映画祭でも主演映画が公開されている。20年間の米国生活を経て、2012年からは本格的にアジアでの活動をスタート。日本での映画出演後、台湾版、TV ドラマ、 ショコラのメインキャストとして台湾に滞在して撮影する。2015年以降は日本の映画、テレビドラマ、ラジオなどに幅広く出演している。広告はソニー、ヒューレット・パッカード、モトローラ、SK2、ロレアル、スバル、エビアン、バカルディ、クール・シガレット、ユニクロ、キャップなど数多くのグローバルブランドのイメージキャラクターに選ばれた。ユニクロは 同社のアメリカとヨーロッパ進出当初から4年間にわたりイメージキャラクター契約をしている。アジアブランドの広告もスタートし2013年から2015年までダイアンシャンプーシリーズの男性イメージキャラクターとなる。CM では吉高由里子と共演。2019年はハリセンボンの2人とファインビジュアルの CM でベッドシーンが話題になった。 1991年に渡米し、1997年からニューヨーク市を経て、2012年から台湾、2016年から日本在住。所属事務所は旧モデル NY&LA 会。現在はアンセムに所属。ありがとうございます。